チャンネルのミッシーでございます。今日は、ソロキャンプに向かっております。リュックサック一つでですね、キャンプしようかなということで、ソロキャンプに向かっております。たぬき湖、場所はですね、たぬき湖キャンプ場でございます。たぬき湖キャンプ場はですね、駐車場にですね車を止めて、そこから、荷物が多い人はリアカーを借りてですね、荷物をサイトに運ぶというような感じになってるんですけど、リュックサックに道具を、すべて詰めてきましたんで、それで、1泊2日のキャンプをしようと思います。昨日はですね、ちょっと、緊張して寝れなかったんですけど、やっぱ物が少ないっていうことは、まあまあちょっと不安になりますね。よくテレビでやってるゴミ屋敷とか、ああいう家主さんのなんか気持ちがちょっと、分かったような気がせんでもないかなみたいな感じです。まあ余計な話になりましたけど、なんでバックパックキャンプって言わないでリュックサックキャンプって言ってるかというと、バックパックキャンプってめっちゃ言いづらいんですよ。10回言ってみましょうか。バックパックキャンプ。If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems.Perception, feel like I wanna do something wrong now. Packing all your belongings, say you wanna take some time. But if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying? Have you met someone? Tell me now. I better start crying, make them feel bad before we leave town. 10, 9, counting down.はい、どうも、今受付済まして、サイトまで荷物運びました。今から、設営 していこうと思います。人がめっちゃ多いです。
はい、設営ができたんで今からですね、もう2時になるんですけど、昼食を、昼飯を作っていきたいと思います。今日はね、富士宮焼きそばを作ります。腹減った。できましたんで、いただきます。あー、うまい。うまになりました。4時頃ですね、ちょっと横になろうと思って横になってたら、1時間ぐらい、寝ちゃってました。すごい寒いですね。今からですね、夜ご飯を作って、食べて温まりたいと思います。はい、
できました。いただきます。これが、スンドゥブ、スンドゥブです。スンドゥブ、これゴアです。うまそう。はい、いただきます。昨日はですね、もう8時半ごろ寝ちゃいました。今日はですね、まあ、ちょっと朝撮影して、ここ観光地なんで10時ぐらいにはもう人がいっぱい来るんで、早めに、撤収したいと思います。はい、それではまた。撤収終わりました。今から帰りたいと思います。でもバックパックキャンプいいっすね。設営も早いし、
撤収も、時間かからずにできました。でもね、実を言うとですね、駐車場の車からですね、僕設営の時2往復してます。荷物がやっぱ多すぎて。撤収の時も1回荷物を置きに行ってます。まあ、またちょっと今後ちょっと工夫してバックパック一つでキャンプ行けるように精進してまいります。では帰ります。バイ。